今ですね、全く私分かりませんから、ちょっとお客さんがいなくなって、鋼さんに時間の余裕があってですね、植え替えてるのを見てた時に、そのラパスっていうのが書いてあって、今親見せるからねっていうことで、ここにあるこの3つがそうなんだそうです。ただ、この紅葉が、まあ、始まったっていうか、なったって言いますかね、今。エレガンスラパス。エレガンス×ラパス。かけるじゃなくて、エレガンスラパス。エレガンスラパスっていう現象なんだそうですね。これにかけていくんですよね。ああ、これにかけるっていうことで、綺麗ですよね。まあ、私も美術の教師やってますから、色的に、これだったら、可愛いっていうんじゃなくて、綺麗って言いますね、私はね。綺麗ですね。うわ、なんとも言えない。この柔らかいグラデーション。これが交配して、こういう先っちょをキュッと尖らしたわけですよね。これは先が、こう、とんがってて、ラパスリラっていう名前にしたんです。ああ、ラパスリラ。なんか、ちょっとニュアンスが違うでしょ。はいはい、ね、違いますね。まあ、非常に人気なんだそうで、今そんなことを聞いていたらこっちにあるよってんで見せてくれたんですけど、まあちょっとその未消のやつ取りますね。これがそのラパスの交配なんだそうですね。親が。上の文字の右側の方にラパスって書いてありますね。ここの部分ですかね。これがラパスなんでしょうね。これとの交配なんだそうです。今ここにある、あ、これはそれぞれ未消個体だそうですから、その一つ一つをこっち側に、まあ、3つですかね、植えてあって、まあ自分は分かりませんから、どれがまあ一番狙い目に近く出たんですかって言ったら、これですねって言って、まあ確かに先ほど親を取りましたけど、色が似てますね。まあこっちはその色が甘いって言いますか、これは少し紫が出てますね。まあ、こっちはまだ植えてないやつですけど、これなんかは出てくるんですかね。まあ、私は全く素人ですから、鋼さんに聞いてですね、今とりあえず説明をしたんですけど、まあ、女性がこういうの見たら可愛いっていうらしいですね。まあ、とにかくいろんなことをこれからですね、鋼さんに教わって、まあ、少しでもいいものをですね作れるように、まあ勉強していきたいと思いますけど、また何か別なものがありましたら取りますね。